はい、お願いします。はい、じゃあ見ますでしょうか。うん、あ、盛りだくさんでしたね。結構モンストオリジナルのイベントがかなり来ましたよというところで、まずこちら、ね、はい、新限定が、グリーンファンタジーで実装されますよと、三日月宗近がこちら登場します。5月23日土曜日の12時から5月25日月曜日までね、11時59分までグリファンのガチャにて出ますよというところで、早速ちょっと性能ね見ていこうかなと思うんですけれども、まず進化ですね、反射ゲージ砲撃型と、ダビティが超アンチ重力バリアにアジンキラー魔封じスワビです。でゲージでアンチブロックとアンチ幻想壁ついております。でサイクショットが8ターンの、パワーがアップして触れ立った時にメテオで追う位置で、友情コンボ、超強扇形拡散弾10になっております。で次神化いきます。神化貫通ゲージ砲撃型と、ダビティが、マインスイーパーとアンチ魔法陣とドッキラースワビで、ゲージでアンチ幻想壁持っております。でサイクショットがターン16のスピードがアップして触れ立った時を毒状態にしますよと、うん。で友情コンボ、超強貫通ホーミング18と、超強扇形拡散弾10、こちらもサブでね、うん、続いておりますよと、はい、うん。まあ剣シリーズ、やっぱりやっぱこれ剣シリーズなんだ。あ、多分そうだよね、うん、剣シリーズだと思う。あのちょっとこの剣は知らないけど、多分剣シリーズなんだと思うこれはまあびっくりしましたね。かなり水属性かなっていう順番的に。ああ、そうね、それはうん思ったけど、うん、貴族生来て、うん、急に貴族生来て、うん、神化がまあとりあえずノクターン適性が速攻で ね、 ですね、とりあえず来ましたよ、うん、と。まあ進化かね、進化でね、重力ブロックで、うん、キラーこのね、こういい感じのキラースワビで、初めての調教シリーズ分かんないからね、分かんない、そう、改装されるかなって。これそうね、攻撃型でさらに初めての超強型拡散10がついてるって言ってたっていうところで、あと SS も新しいっちゃ新しいのかな、うん、まあ、パワーがアップしてメテオ追い打ちっていう発端、そうっすね、パワーがアップするってあんまりなかったと思うんですけど、ね、うん、だからおそらくそのゲージ前攻撃力がかなり低く設定されてるのかなってイメージですよね、うん、これはもうキラーそうでね、前提なんだろうな、ね、おそらくね、うん、でメテオ系は基本的にゲージ前の攻撃に乗るんで、うん、そこが、まあ、このパワーアップで押し上げられてメテオの威力を上げれますよっていう、はい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 、か実質アンチモ法人持っててキラー対象が偉すぎる、偉いキラー対象が、うん、これ結構網羅しすぎ、これはねもうキラーしたいね、うん、まあ、大概こいつらだ し、うん、これが本物のキラーだ、うん、これは入ませましたか、雑魚処理もできてワンチャン火力も出せる可能性があるって考えたら、うん、普通にで超 AGB だからです、ね、文句ないですね、アジンマ族はね、スペック的には文句ないと思いますね、文句ない、なんか砲撃型だけど、うん、結局限定だからどうせステータスもある程度はもらってるだろうし、うんうん、なんかで、うん、パッすごいパッとしてる進化って感じ、進化にしてもなんか、うん、そうですね、最近なんか、そうそうそう、友情で、そうそうそう、進化にしてもすげえパッとしてるなっていう、うん、まあ、イラストさ、うん、すごいさ、なんか可愛いんだけど、うん、進化も可愛いんだけど、なんかもうちょっとできる感ないですか、なんか、うん、わかりますか、言ってるのわかる、すげえわかる、ちょっとね、うん、最近のやりすぎるのかな、なんか変に合成な感じにしてくるよね、そうなんだよね、ちょなんか限定感なくない、とまあ、鬼丸とかに比べると、うん、あ、分かる、その言いたいことはすごい分かる、可愛、うん、いんだけどね、めちゃくちゃ可愛いんだけど、新イベって言われてもあーっていうイラストではあるかな、うん、確かにね、すごい、うん、イラスト感は、まあ、調教もね多分使ってみると分かる部分もあるけど、多分クソ強いんだろうとは思います。いやこれは、うん、大型でもやっぱ強かったから、弱いわけないじゃん、弱いわけないから多分、ね、最近調教ついて弱いことあんまないから、うん、これはまあ威力出ると思いますよ、でキラーで 1.5 倍でしょ、強いよ、友情多分やばい、うん、そして神化と、はい、珍しいねこの砲撃砲撃は、砲撃砲撃、最近、うん、めちゃくちゃに珍しいね珍しい、もうここもね友情強くしてきてますよって感じで、うん、まあもう砲撃の調教官補18はダメ、うん、まあ友情これはどっちも文句ないだろうね、普通にこれ強いでしょ、強いよね、砲撃調教官補ってだってロレのメイン友情でしょこれ、え、どれ、そうだよね、超強眼の前に、じゃあそう、うん、そうです、え、でしょ、超強看護18、うん、これロレと同じ威力で、一緒一緒、まあ、あいつ超評価あるけど、超強、超強攻撃拡散出るんでしょ、うん、なん強いに決まってんじゃん、まあ、サブとはいえど威力持ってるだろうかね、うん、でね、ちゃんと貫通だし、そうそう、で毒が乗った日には毒キラーも乗るから、うん、かなり友情もね
あの毒ありきっていうところではあるのかもしれないけど、うん、強ですね、うん、まあ直近でいうとトートがね、うん、あのラジアビリティで毒の友情を持ってるんで、うん、そこと組み合わせてみたいな感じのね、うん、そうだね感じますけど、うん、実際ノクターンでバラ毒ばらばいてくるやつはいないからな。そうですね、自分相手がばらばいてくるやつ、うん、毒状態にしてからっていう部分で、うん、どんぐらい使えるのかちょっと。あとまあ情報修正がね今回まあ全部できてないけど、これちょっとねほら枠でねこいつの相方になれそうなやつがまだいないんですよね。地雷だけで見るといるのかな、もう結構もしかしたらいるかもしれないけど、埋水飛行で貫通でしょ。うん、どうなんでしょうね。どうなんだろうね、ここはちょっと今後の、そう多分今後こいつと組み合わせのいいやつが実装されるっていう可能性が多い、高い感じはある。そうなったらまたちょっと変わってきそうだよね。うん、毒がなんかパッとしたの長そうなんだよな、うん、まあでもほんとトート確かにトートだよな、直近だとトートなんだよな、うん、トートがやっぱ毒で一緒に相性いい、うん、相性はいいよね、うん、まあちょっと無理やりだけど一応麻酔貫通で言うとガブの毒メテオで毒にしてみたいなのもできるけど、うん、まあこいつは自分で毒にもできますからね、うん、SS でコマーチと同じタイプになってるから、まあうん、遅くあの、うん、比較的早く打てる方だし、ね、16ですね、うんうん、まあ、まあ、アンチ魔法神剣速壁ならまあ許せるかな、うん、こんだけもらっても、まあ見て、うん、現状すでに使えるところがありってこれ見ると十分じゃないかなって、ね、十分ですね、うん、はい、はい、まあこちらはとりあえずグリーンファンタジーで実装されますんで、うん、はい、されます狙うよっていう方はぜひそちらもお願いします。次獣神化、はい、次、うん、サンゴでしたね、うん、スペック見ていきましょう。非属性貫通ゲージバランス型と、うん、アビリティが、超マインスイーパーと、アン16バリアに、うん、超重風ジェームがスラビーでゲージでダッシュついております、うん、エクサイショットが敵の弱点ヒット時に大ダメージ与える、12ターンの20ターン友情コンボが反射衝撃波12と、超強貫通録音衝撃波6になっております、うん、こちら強いね強いまだ強いですね、これは。うん、マジサンゴのいいところマジ伸ばしたっていう感じのスペックで、うんうん、いやでも反射衝撃かって言ったらやっぱサンゴな感じがすごいするから、うん、本当マジすげえ、うん、すげえいいですね、うん、これいいね、うん、イラストもすごいいいし、サンゴ絶対これ強いだろうな、うん、ダッシュが多分想像以上に速って感じさせる気がしますね、これは、うんうん、貫通でも本当は文句ないぐらいので超マイスやるし、うん、いやこれはいいだろうね、うん、うん、もう弱点特攻なんて弱いわけないしね。弱いわけない。うん、もっと強かったしそもそも、うん。これは結構強キャラになる予感しますね。強キャラになる。うん、これはなるね。うん。これは本当に超マイ水重力だから。うん、あとは最近の超 AGB が欲しいところも一応ダッシュでカバーできてるし。うん。ってのとあとまあ反射衝撃波がね刺さるところ刺さらないところの差が激しいんで、ここの好き嫌いにはなってくるかなと思うんだけど。うん、まあ村場はねこれはどうしてもあるけど。うん、ただまあ共有所なのは間違いないから。数は出るんでね。ヤタガラスで証明されてますからね。うん、そこはね。そうそうそう。うん、これいい性能になったな。うん。まあ、超マイスイーツだけで別に重力のとこじゃなくても全然いけるからな。それよ、本当に。そう、鬼丸、そうだよね。鬼丸的な感じで別に全然使えるから。うん、優秀っすね。これはちょっといいキャラだと思う。うん、強い。うん。はい。なんかそんな使ってみてもそんな、うん。振れ幅なさそう。そうですね。もう最初に強いって分かって、うん、これはカタログスペック通りな気がする。うん、強さになる気がする。うん、はい、でこちら、うん、実装日が来週火曜日ですね、うん、26日、12時からなっておりますので、うん、そちらもぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、まあ、ちょっとね話出てたと思うんですけども、情報修正が、うん、はい、本日のもう17時からもうすでにこの動画ね、うん、テレビ頃には皆さんの、モンストの方に入っていると思うんですけども、モンストのお知らせも来てないね、まだね、うん、来てないですね、はい、というわけでとりあえず発表されたのは、何体だったっけな、結構いましたよ。結構いるね。あ、うん、数体あれか。数はちょっと数えないと分かんない、うん、出てないんだね。一応まあ、発表したところで言うと、まあ、ブラクマ獣神化が新しく、うん、アビリティにレザストと貴族セキュラーがスワビになって、うん、ゲージが溶石キラーが、うん、追加されましたよと。あと友情も調教貫通拡散が EL3 だったのが EL5 になって、うん、調教爆発に爆発のも変わっております。で HP をプラス2000と、うん、あとロミオ重心化、うんうん、これいいよね、この時点でさ HP とかさ、うん、何上がるかとかちゃんと出してくれるのすごいですね。これまでそう分かんなかった気がする、うん、めっちゃいいこれ、うん、でロミオも、無属性耐性がね新たにアビリティについたり、うん、サブの反射クロスレーザーが、うん、EL に
なりましたよと、うん、これ非属性ですか、そうそう非属性だとか、ね、うん、がなったり、あとヘラクレスですね、うん、原理封じ M 友情ブースト、友情ブーストかな、新たについてユバキラ M、うん、長寿封じ M でちょっとキラー型も増えたと思うんですけど、うん、これもともとどんどんキラー型がちょっとね、なかなかユニバがなかったんだっけ、鳥と指にバが増えてますね、あ増えてるか、うん、それ以外はもともと持ってた、はいはいはい、で友情も波長コレザー EL になって、まあ、パワー型とは思えない、うん、こいつも優勝火力ビリーみたいな感じで恐ろしい火力出るんだろうなっていう感じ、いや出るだろうね、こいつはちょっとやばい、普通に前も強かったけど結構キラー対象には出してたから、うん、おかしいぐらい強くなってるねこいつは、ね、うん、であと降臨でまあバール神香が、まあ、攻撃力プラス1000でアンチマン法人が新たにねアビティつきましついたり、うん、まあ、カバレッタ進化が HP がプラス4000攻撃力プラス5000で、うん、ライクエスがアビティについて優勝コンボがスカミブルレーザーエールになってね、ちょっとカバレッタ進化の話はほとんどの人が多分うんっていうなんか分かんないけど、うん、元があれだからね、もともとアメラだけだったからね、そうで、まあ、これらが、うん、情報修正入った、あとは千代だったり西郷だったりね、うん、あとはまあ降臨の星4度も結構ね今回修正入ってますね、はい、入るんですね、絶対ダッシュつくだけだろう。口親父になってないからダッシュつくだけだろうこれやめろ、どうなるんだろうねこれね、おいダッシュつくだけだろうこれやめろよ、見物っすね、壁ドンコンビが入ってる、最後いいよ、最後はマジで攻撃力200アップで終わりでいい、本当にチオマジ強くしてくれ、最後は割と友情強いからな、インポリオートもらってるよ、十分だろ、そうそうそう、さお前しかもメカになんかだろチオマジどうなるんだよな、チオ魔改造されねえからな、そうっすね確かに、うん、でもねこれねめっちゃ注目度の高い改造だったら、うん、多分ね、うん、これピックされてるんですよ最初に、あ最初にね、だからね、ダッシュだけとかね、うん、そんな感じな匂いしますよね。今ちょうど来ました。うん、起きた？お知らせ来ました。チオ、はい、ダッシュつきました。ね、ゲージで。そうだね、ゲージダッシュついて、うん、スライドショットの単数が変わってますね。1段階目16ターンで、うん、2段階目が20ターンでというになってる。まあ、そうだよね。で、捨てで攻撃力アップになってます。はい。で最後も同じくゲージダッシュついて、うん、いらないだろう SS スタンスも、うん、1段階目16段目20段階目20段、ね、で同じく捨て調整で攻撃アップしてる、うん、はいなるほどなるほど、うん、もう一気に興味がかれましたねいやでもねそんなことやなって思ったもん、確かに、ね、うん、絶対そうだろうなって、今はちょっと早いですね、もうちょっと後だったら、うん、なんかもうちょっと超 AGB とかもらえてる可能性があるかもしれないけど、このタイミングで来ちゃうと、そうね、うん、しかもこれのせいでもう一回情報修正したしてだろうみたいな、もうお前一回情報修正したからしばらくいいだろうみたいなのがつくわけでしょ、これにプラスつくよ、重心化だからだって、うん、モンストやったことないだろういやマジ重心化の回まで、うん、かな、うん、ないっすね、なさそうだね、うん、これはないと思う、うん、星6のキャラクターの上昇で少なかったですね、意外に今回ね、そうっすね、なんか今これ今見てるけど、うん、プラスで星5の今回多いのか、うん、多い感じですね、なんかあ友情やっぱ結構どれもそうだね、感じ最初から発表されたやつばっかかな、うん、ほいほいほい、スプリッツァーは調教プラスももらったりするのね、うん、まあ、なんか特別触ってみる感じ、おおみたいのはなさそうだね、え青い鳥コピーになってんじゃん、青い鳥コピーになってる、うん、それ以上が出てこねえな、どうなんだろうな、うん、かな、そもそももともと使ってないやつが多いですね、そうっすね、うん、降臨とかはもう完全に受け狙いだからね、あでもなんか原則壁がばらまかれただけじゃないのいいっすね、普通にね、あそうだね、てか、うん、ほぼなんかそういう感じではないね、ちゃんと考えられた情報修正ですね、はい、まあ、うん、もうすでにこれもねお知らせ来て、あの皆さんもね今ゲームプレイ中で情報修正味わってると思いますんで、うん、こいつ強かったとかね、うん、あいつも強かったというのがありましたら、ぜひよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、そして、最後ですかね、近畿に新機能追加と、うん、まあ、近畿の動きが、2周年記念来るらしくて、5月23日土曜日12時からね、6月10日水曜日の11時59分まで、次の近畿が来るんですけども、まあ、次から新たな機能が追加されますよと、一つ目未制覇パス機能ですね、近畿の僕の制覇回数が0回の人に限り、いずれかのクリアをあの最高到達回数ですね、そこまでを
スタメンの消費なしで突破にすることができますよと、スキップすることができますよと、まあ、ただし報酬はもらえません。うん、うん、あと、刹那かな、刹那とか火の獄がね出なくなるようなんで、うん、まあこれまで一番上まで登ったことがない人はでも一気にスキップできるから、うん、よりとりあえず最初の制覇、1回目の制覇なんとかしてでも行きたいっていう人向けの機能になるのかな。うん、うん、うん、要はでも報酬もらえないんでしょ。報酬もらえない、報酬もらえない、説も出ない。あとは登ったことない人とか向けなのかな、すごい。まあ、うん、あ、なんか制覇して解放されるんだっけ、なんかコンテンツ。あ、そうそう、この、で次の機能、制覇済みスキップ機能が来るんですね。そう、5回以上制覇してる人は、5個あのクエストをねスキップできますよ。ただ消費スタミナも125になります。で、10回以上制覇してる人はスキップできるクエストが10個に増えて、消費スタミナ250にこれなるみたいなんで、要は今後をスキップ、あの制覇する回数が増えるごとにあのスキップできるクエストの数も増えるようなことになってるから、うん、多分とりあえず1回は制覇してどんどん制覇していこうみたいな狙いなのかな。おそらくね。でもいいですね、10回以上クリアしてる人は、うん、だから要は1から15登るときに俺10個クエストがスキップされるってことでしょ。あ、そうそうそう、うん、いいね。うん、でこっちはねちゃんと報酬スキップしてももらえるみたいなんで。うん、あ、そうですね、これはいいですね。そう、こっちは10個スキップだけでも超でかいでしょ。9だけやりたくないとかいう人も結構いるだろうから。10個めっちゃでかいな、ほんと。うん、で、まあ、これにちなんで特別ミッションも開催されるみたいで、うん、近畿の奥のいずれかのステージを何回クリアせよというステ、ね、ミッションが来るみたいなんですけども、1回だと、超ちょい玉、3回だと特玉5個、5回で、うん、線形の書が1個ね手に入るみたいなんで、こちらも皆さんぜひ、まあ、やると思うんですけど、ね、近畿登られてる方は、うん、やってみ行きましょうよというふうになっております。あとは消費スタミナがね今回から変更になったりして、よりまあ、うん、あのスタミナの負担が減りますよっていうのもね、うん、大きいかもしれないですけれども、まあ、全体的に10ずつ下がったって感じですね。うん、そうですね。うん、もう今日近畿が来たから追加が来るのかなって思ったけど、2周年記念でミッションが追加されて、まあ、やっとスキップ機能に近いものがね、うん、まあ、近い、まあ、ほぼスキップ機能ですけども、スキップ機能が来たっていう感じかな、うん、今回は。あとは豪絶チャレンジ週間みたいで、なんかね、特設サイトで誰も知ってます、終始置いてかれた俺本当にどん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 なんかわけわかんないこと出てくるから、もうなんか、うん、ヤフー知恵袋的な大手知恵袋で、まあ、質問して回答に答えたりし合うと称号がもらえたり、うん、アイテムがね、うん、もらえたりするみたいなんで、うん、まあ、詳しくは特設サイトで、エクスラグ ID がないと参加できないみたいなね、そこだけちょっと注意ですけど、うん、まあ、プレゼントもらえたりするみたいなかな、うん、今回はね。サンゴの重心がちょっと地味に嬉しかったな。うん、なんか当時からね、シャンバラとかですごい使ってたから、うん、サンゴマジなイラスト。はい、なんでまあ、胸近引きますとかね、サンゴ重心化させますとか、うん、ちょっとこの情報修正期待しますかね、いろいろコメント、あとは情報修正こいつ強かったですか、もうすでに多分この動画出てる頃に、ね、皆さん使われてると思いますんで、うん、そちらぜひ書いていただけると嬉しいです。お願いします。まあでもブラフマは結構普通に強くなりましたよねって人はちゃんとよろしくお願いします。お願いします。で今回も金メダル以上自宅からお送りしました、ラビアでした。シロでした。お願いします。ありがとうございました。チャンネル登録わかります、わかります。その君もなくなっちゃったから、わかるよ、わかるよ。チャンネル登録チャンネル登録ね、はい、チャンネル登録。わかります、わかります。その君もなくなっちゃったから。わかるよ、わかるよ。チャンネル登録。チャンネル登録ね、はい、はい。